ーランスロゴ、よーよし、えい、3、4、5、6、4、8、9、10、よし、えい、3、4、5、6、よし、8、9、よっ、直れ、休め、ピーランスロゴ、よし、えい、3、4、5、6、4、8、9、10、よし、えい、3、4、5、6、よし、はあ、九、よっ、直れ、休め。それではピーヤンその後の肩の動作の解説を行います。はい、ピーヤンその後、よ、よし、えい、そうですね。逆突きから脇構えに持ってくるときですね、そのまま最小限の動作で持ってくるようにします。大きく無駄な動作をする人がいますが、そういう必要のない動作は行わない、必要最小限の動作で行う、これが肩の稽古で大切なことです。はい、続けます。えい、3、4、次もろ手受け、5、続いて十字受け、下段の十字受けを行いますが、耳の横に構えて受けます。えい、はい、続いてこのまま手刀の十字受けですね。えい、相手の手を、相手の上段攻撃を受けて、それをずっと関節を取るような、ね、腕をねじ曲げるつもりで自分の脇に持ってきます。えい、ゆっくり回して、はい、お、つきます。次は大きく回転をして下段払いをします。この時必ず下段の引き手の位置は、いつも帯の下ですね、耳の横からしっかり下段払いをします。えい、えい、えい、はい、ね、この場合必ず目を向けてから、手刀の構えをします。手刀の構えと一緒にゆっくり向く人もいますが、そうではなくて必ず相手を見てから、構えるようにします。続いて、自分の小手のところにですね、外回し蹴りを当てて、そして肘を当てて裏剣で打ち込みます。えっ、ここで大事なことはですか、こう蹴って肘をして、この時また足は引きつけてますね、ここで足を下ろしてしまってはいけません。必ず肘を打って裏剣で入ります。この時に裏剣の攻める位置は相手の顔面ではなくて、喉の下の鎖骨と鎖骨と中間のここの位置を攻めるようにします。したがって裏剣を打った時に相手の顎がすぐ上にありますから、これを下から突き上げるように相手をまたさらに攻撃をします。えっ、ゆっくり、そうですね、相手の顔を下から突き上げるように構えます。で、次は飛んで、十字受けです。えい、この時も空中で耳の横に構えて、それから落とします。よく脇に引いて、受ける方がいますが、これは我流の型で行います。ピンやその後では耳の横に十字を組んで、そこから、叩き落とすようにして十字受けを行います。えっ、もろ手受けですね。次、斜め45度の方向に回転をして手刀で相手の膝の内側を攻めます。えっ、で膝の高さはいつも膝の内側の高さを攻めるように、体は前傾して構いません。こちらは自分の顔面を守るよ、自分の顔面を守りながら相手の下段を攻めます。はい、えっ、この時の肘の高さは自分の肩の高さ、これが基準になります。肩の真横に肘が来るようにします。で、拳は真上を向けます。はい、
8、9、10、ね、この時に、拳と頭と拳、これが上から見た場合一直線並ぶようにします。よろしいですか、ね、肘がこう内側に入ってしまったり手が前に出たりしないです。大きく開いて、ここから拳、頭、拳、また肩まで含めて全て上から見た時に一直線並ぶようにします。そこを注意してください。はい、直れ、休め、はい、以上でピンアンその後の解説を終わります。それではピンアンその後の分解組み手を行います。まず肩の動作からお願いします。はい、直って、はい、十字受け、下段の十字受けから上段の十字受け、相手の腕を決めて、そしてさらに前に出て中段突きをすると、これを行っています。はい、下段払い、よう、前転、はい、十円、はい、はい、俺、はい、ただいまの分解組手を解説します。はい、下段払い構えて、はい、まず前蹴りをします。それを十字受けで受けますね。はい、蹴って、はい、そうで、十字受けで両手が下がってますから相手は上段を攻めてきます。突く、受ける、で型ではこのまま行っていますが、相手の腕を、手首と肘を決めながら、逆手を取ります。その時に型にはないんですが、自分が転身することで技の効果を生み出します。転身して、はい、受ける、相手は腕を決められます。耐えられないので一歩前に進んで、それを逃げようとします。それを追って突きます。はい、転身の動作が一つ加わるだけで型の動作がこのように使えるようになります。はい、直れ、下段払い、よー、おいで、えい、注意、えい、えい、俺、はい、注意、それでは次の分解組み手を行います。じゃあまず肩の動作からお願いします。はい、直って、相手の顔面への攻撃を受け流しながら、相手の膝の内側に抜き手の形で手刀を打ち込みます。そしてその足を取って相手を投げる、そういう分解動作があります。じゃあ行ってみます。はい、構えて、はい、準備、はい、えい、俺、ただいまの分解組手を解説しています。はい、下段払い構えて、まず彼が私の顔面をついていきます。顔面をついて、それを身を引いて、これを受け流しながら受けます。自分でこれでですね、抜き手でもって急所を攻めるという、そういう意味もあります。この場合は抜き手でもって手刀の部分を膝の内側に打ち込みます。膝の内側を打ち込むと前屈立ちは崩れますので、これだけでもう相手は倒れますね。実際はそれを投げに持っていきますので、このまま打ち込みながら膝を押さえます。で、腕を殺した状態で膝を取って投げます。しっかりと腕を決めてますから相手は動けない状態です。この状態で技としては終了ですが、相手の脇が空いてますので突きを決めて、さらに相手を仕留めますね。はい、直って、はい、このような動作の意味があります。よし、くせ頑張らよう、はい、はい、はい、俺、はい、禁煙その後無号令よ、you
始め。禁案その後、無号令よ。始め。Smith.